者がそこまで本気に改革に取り組もうとすると官僚たちはびきります、震え上がります。これは本気で改革を実現しようとしている。そして公職行改革、地方分権改革をしっかりと進めることによりまして、消費税を上げることなく教育費の無償化実現することができるんです。ただいま日本維新の会、足立学士候補がこの場に駆けつけてまいりました。明日の朝10時、松井一郎代表が阪急箕面駅に応援に駆けつけてくれます。そして今日はキューズモールに倉田哲郎箕面市長も駆けつけてくれました。あちらからこちらから足立康氏頑張るとお声をいただいております。力が出ます、勇気が出ます。しかしあと一歩、あと一歩、皆様方の力が必要です。どうか足立康氏に最終最後までのご支援を賜りますよう私からお願い申し上げまして、足立康氏本人のお訴えをお聞きくださいませ。足立康氏でございます。ありがとうございます。上島和彦副会議からご紹介をいただきました。足立康氏でございます。今回の選挙で皆さん本当に厳しいですね。自民党が強い。でもね、皆さん、自民党というのはね、本当に中央集権の政党で、本当にあの政党を万年与党として、これからも国会の中で安住をさせる、ね、そういう万年与党と万年野党の猿芝居をこれからも続けさせると思うので、私は安心たる気分になります。安倍政権はまあいいですよ。安倍政権はトランプ、プーチン、習近平、いろんな人たちとネットワークを築いてきた。安倍政権が続くことはまあいいにしてもね、国会の中で自民党一強が続く。そしてね、自民党一強でもいいんですよ。野党がしっかりしていれば、野党がしっかりしていればまだいい。でも皆さん、今の新聞報道で見るとね、今のままいくと結局もともと民進党だった人たちが、もともと民進党だった人たちが2つの政党に分かれて、立憲なんちゃら党と希望の党に分かれて生き返ってくるだけじゃないですか。結局今回の選挙、何も意味がなくなっちゃいますよ。私はそれが一番残念でなりません。そもそも私が、そもそも大阪で、今上島先生おっしゃっていただいた、そもそも大阪で我々がやってきたことはね、そういう慣れ合いの政治はやめよう。7年前に橋本さんのもとで大阪維新の会ができるまでは、大阪維新の会ができるまでは大阪の政治もそういう緩い政治だったんですね。そうした緩い政治のもとでは、大阪自民党のもとでは大阪を再生することはできないと考えた橋本さん、松井さん、上島先生、みんなそうですよ。自民党を割ってでも、それはすごい決断がいったと思いますよ。ずっと頑張ってきた、その自由民主党の看板、その自由民主党の看板を割ってでも新しい政治を作ろうと頑張ってきたのが大阪維新の会ですよ。上島先生ですよ。松井さんですよ。そうやってやってきたおかげで大阪の政治は大きく
ですよね。今大阪では自民党維新が二大政党です。他に発言権のある政党はほとんどありません。まあ、最近はね、大阪自民党がしょうもないことするから共産党がのさばってますが、結局大阪自民党だけが共産党に裏切られたらしいですね、堺で。まあ、それはいいけど、ひどいね、竹山さん。竹山さんは自民党にも応援してもらってて、今回の総選挙では立憲なんちゃら党についてらしいですよ。大阪自民党バカじゃないかと思いますね。結局大阪自民党は頭が悪いから竹山市長に騙されちゃったね。騙されちゃったんですよ。まあ、そんな大阪自民党だから7年前までは大阪は衰退の一途をたどっていた。ところがね、そこで松井幹事長、松井一郎幹事長、橋本代表の下でね、志のある政治家がみんな維新の会に集まった。そうやって維新の会に集まった人たちが覚悟を決めて身を切る改革をして、そうやって今では大阪だけですよ、自民党と維新の会が二大政党で頑張っているのは。あとの地域は全て、特に国会を見てください。万年与党と万年野党がおままごとに明け暮れている慣れ合いの政治、それがこれまでもずっと続いてきた55年体制の亡霊ですよ。それがこれからもこの選挙の後も続いていくと思うとね、私はもう残念で仕方がないというか、もうどうしようもないですね、これ。情けない。まあ自分に力がない。維新の会に力がないと言われれば、それまでであります。政権を取るつもり全くない。そういう政権を取る
を取るつもりがある我々のことを責任野党と言うんです。まあそういうことで皆さん、大変厳しい選挙でありますが、私はあと4日ある、あと4日あるんでね、なんとか維新の会に再び大きな大きな力が、再び日本維新の会に大きな力を頂戴したいと皆様にお願いをいたす次第であります。皆さんね、維新の会が弱くなっちゃったら、もう辻元首相にも山尾氏よりも田崎雄一郎もやりたい放題ですよ。与党は大体ね、法案を国会に出してるから野党にめちゃくちゃ言えないんですよ。やっぱりね、無責任野党をしっかりと永田町から追い出すためにはね、やっぱり責任野党、我々維新の会が果たしてきたような、そうした人数はそれほど多くなくても、ピリッとした緊張感のあるそういう勢力がね、私は国会に絶対いると思っています。我々がいなければね、もうね、東京一極集中は続きますよ。改革はほとんど全て潰されます。東京一極集中も続く、社会保障の抜本改革もできないね。北朝鮮の問題のグダ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 、枝野さんとかいうね、立憲なんちゃら党の人たちが暴れるわけでしょ。辻元清美も優勢だし、だから結局このままいけば、また我々日本維新の会のこの5年間の努力は水の泡となって消えて、そして国会はまた万年与党と万年野党がお遊びをする、ままごとをする、そういう国会に逆戻りをしてしまいます。ぜひ皆さん、厳しいですけどね、私たち維新の会はやりたいことがあるんです。憲法改正やりたいんです。憲法改正だけではありませんよ。憲法改正、そして地方分権ですよ。東京一本はした方で、これからの日本を引っ張っていけるわけがありません。大阪の力がいるんです。だからね、皆さん、我々は憲法改正、そして大阪を関西の州都のような活力のある町にしたいんです。大阪を関西の州都として輝く大都市にしていきたいんです。これを本当にやってきた、この7年間やってきたのは大阪維新の会ですよ。そして橋本さんですよ、松井さんですよ、吉村さんですよ。やっぱりね、問題があるのは国会議員。でもね、国会議員、今回の選挙はみんな覚悟を持って頑張ってます。再び国会に押し上げていただいたらね、これまでの5年間の倍する、3倍する、10倍の働きを維新の会の国会議員だ、これからの5年ますます大きな戦いをね、必ずやっていきます。やらない人は私がやらせます。だから皆さんね、日本維新の会にもう一回チャンスが欲しいんです。もう一度チャンスが、国会議員団にもう一度チャンスをいただきたい。憲法改正、地方分権、教育無償化、政治家と国民の関係、転倒したピラミッド、もう一回ひっくり返す、そうした当たり前の政治、新しい政治を作る、そのためのチャンスをもう一度だけ維新の会にいただきたいです。お願いします。お願いします。あと4日しかありません。大変厳しい選挙でありますが、必ず大阪の皆様、日本中の維新を応援してくださっている皆様、私足立康氏を応援してくださっている皆様、お願いします。動いてほしいんです。あと4日、
一日一人でいいです。一日一人で、一人でいいんで電話してください。日本中の支持者の皆様にね、応援をしてほしい。ぜひ日本維新の会、そして私安達康、背水の陣であと4日戦い抜いてまいりますので、ぜひ皆様のご支援お願いします。では私の質問をさせていただきます。ありがとうございます。頑張れ。明日はね、松井さんが、松井代表がこの箕面に入ってくださいます。明日を、ありがとうございます。明日をね、大きな巻き返しののろしを上げる演説会とさせていただきたい。巻き返しますよ。まだ4日ある。まだ4日あります。必ず私安達康氏が同志の皆さんと一緒に必ずこの戦い巻き返してまいりますので、ご支援をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、安達康氏の訴え聞いていただきましたか。もう声がガラガラです。今までの選挙戦、正々堂々と魂を込めて戦ってきてまいりました。そしてあと4日間、我々日本維新の会、そして安達康氏は全身全霊を込めてこの選挙戦を戦ってまいります。大変厳しい選挙であります。我々日本維新の会にとってこの選挙、本当に厳しい選挙、どうか日本の皆様方の、日照寺の皆様方のあと一押し、あと一歩のご支援を安達康氏へと賜りますよう、本当に心からお願いを申し上げます。今回の選挙、我々日本維新の会はさまざまな政策を訴えてきてまいりました。特に政府自民党が今回の選挙で消費税を増税して教育を無償化すると言いました。先ほどから話が出てますが、この教育の無償化、最初に言い出したのは我々日本維新の会であります。それも国民の皆様に負担をお願いするのではなく、我々議員が身を削り身を切る改革で財源を生み出し、そしてその財源を教育の無償化に充当していく、これが我々の考える教育の無償化であります。増税をして国民の皆様に負担をお願いする前にやることがある、それが身を切る改革であります。大阪では実践しているんです。先ほど訴えをしました上島和彦府議会議員、府議会議員の報酬を3割削減、定数を2割削減、そしてその生み出した財源で大阪府では私立の高校まで無償化なんですよ。大阪でやった改革、これを日本でやるんです。今日本の政府政治で足りないもの、それは改革の2文字であります。改革ができるのは日本維新の会、そしてその先頭に立つのが安達康氏であります。安達康氏のスローガン、皆さん聞いてください。足は地元に、心は国に、そして眼は世界。地域を愛し、国を愛し、そして日本を世界へと導いていくのが日本維新の会、そして安達康氏であります。この箕面、これが日本に必要な人材、それが安達康氏。口は悪いですけどね、頭は切れます。先ほど話した教育の無償化の財源、これを弾き出したのも安達康氏。今回のマニフェスト、
公約を考えたのも足立康氏であります。どうか皆さん、投票日は22日、あと4日、しかし毎日が投票できるんです。今美濃駅前の平尾会館、午後10時まで投票できるんですよ。10時半まで投票できます。そして投票用紙には、1枚目の投票用紙には足立康氏、ひらがなでもカタカナでも漢字でも何でも結構です、足立康氏と書いてください。そして2枚目の投票用紙には日本維新の会、ひらがなで維新、この3文字でも結構です。どうかどうか皆様方、あと一押し、あと一歩のご支援を日本維新の会、そして足立康氏へとお寄せいただきますよう、心からお願いを申し上げて、ご当地一角をお借りしての学長からの訴えとさせていただきます。大きな前でお騒がせをいたしました。足立康氏、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。寒い中、皆様本当に最後までお聞きをいただきました。心から感謝御礼を申し上げます。また皆様へのご案内でございます。明日午前10時半休